初期の宇宙食は塊やチューブ状の栄養を摂取するものが多かったのですが、最近の宇宙食は宇宙飛行士の気分をリフレッシュしたり活力の源となるようなものが増えています。国際宇宙ステーションでの食事はアメリカとロシアが開発した約300種類の宇宙食を食べていますが、約2週間でローテーションしてしまうので、まだまだバラエティが足りません。そこで各国は宇宙食のバラエティを増やすために様々な取り組みを行っています。日本では JAXA が宇宙日本食を認証し、日本人宇宙飛行士の宇宙の活動を支えています。宇宙日本食に認証されるためには厳しい衛生基準や常温で1年半の賞味期限を持たせること、宇宙で喫食が可能な粘性や形状を持たせることなどがあります。そして何より大事なのが、日本人宇宙飛行士にも馴染みのある家庭の味であることです。例えば宇宙日本食のカレーでは、宇宙滞在の味覚の変化を考慮し、スパイシーな風味や強めな辛みにしています。また微小重力による骨量の減少を考慮し、カルシウムを多めにしています。宇宙日本食のラーメンは微小重力空間でスープが飛び散らないように粘度を高めにしています。また一本一本の麺も飛び散らないように一口大の塊の形状になっています。サバの味噌煮は宇宙空間で食べやすいように一口大のサイズになっていたり、粘度を高めたソースになっています。またゴミがかさばらないように重ねられる形状の缶を使用しています。わかめスープは微小重力空間で液体が飛び散らないように特殊な飲み口がついています。またわかめを細かくすることでつまらずにスムーズに飲むことができます。黒飴は黒砂糖の素朴な甘みとシナモンの隠し味がすっきりとし、宇宙飛行士の疲れを癒してくれます。こういった宇宙日本食は日本の各地の科学館などで一般の方にもご購入いただき、味を試していただくことができます。最近では日本の宇宙ステーション補給機コウノトリで日本各地の野菜や果物を宇宙ステーションに届け、各国の宇宙飛行士にも喜ばれています。私たち JAXA は宇宙日本食のバラエティをさらに増やし、宇
宙ステーションでの食事、そして探査時代の宇宙開発を支えるための取り組みをこれからも進めていきます。